おはようございます。おはようございます。令和元年度最後の経歴記者会見になりました。お集まりいただきましてありがとうございます。今回はですね、私が就任をして、3年半が経ちましてですね、4回目の予算編成になります。まあ、この間ですね、記者の皆さんには情報発信、またさまざまなですね、ご協力、ご支援をいただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。この私が就任して一番最初に取り組んだものはですね、何よりも水害からの復旧復興、これが第一の命題でございまして、その中で防災先進都市を掲げて市民とともに復旧復興に当たってきたわけでございますけれども、その中で4回目の予算編成、さまざまなこの防災の取り組みもですね、大変ご評価をいただいておりますし、まだまだこれからやらなきゃいけないことというものが年々自然災害が多発している現状でございますので、さらなる防災先進都市を目指してですね、市民の皆さん、職員と一丸となって進めてまいりたいと思います。この3年半でさまざまな連携協定も含めてですね、対話、また連携、防災のさまざまな協定も含めて 70団体を超えましたし、いろんな意味で自主防災、また防災士、そういう部分を含めてですね、また官民連携の取り組みということでも積極的に進めてきたところでございます。そういう中で皆さんのご協力、職員の頑張り、こういうものもあったおかげでですね、私も日本マニフェスト大賞の優秀賞も受賞することもできましたし、また昨日でございますけれども、日本ファシリティマネジメント大賞の奨励賞というものを受賞することもできました。これも官民連携の取り組み、まあ、特に塩漬けになっていた石根自動車学校跡地をですね、生産ジャパンさんに購入をしていただいて、自動運転の研究基地として地域の包括連携協定も結ばせていただいた。また日本初のトライアルサウンディングでアスナロの里で官民連携の取り組み、こういうものが大きく評価をいただいたということで、ここはもうアグリサイエンスバレー構想のインター周辺もそうですけども、何よりもこれからの時代、行政だけではなかなか予算的にもですね、やっていけない部分を、民間活力というものをしっかりと連携をしながらですね、行政の取り組み、また防災の取り組み、そういうものも積極的に進めていきたいというふうに思います。まあ、何よりもその根底にあるのは官民連携も市民共同も対話、これが何より大事で、痛感をしておりますので、積極的に市民のもとへ、また関係団体とも対話を重ねてですね、より良い方向を導き出していきたいと思います。それでは令和2年度当初予算編成についてご説明させていただきます。財政状況に関してはですね、新築家屋がおかげさまで増加傾向にございまして、何より嬉しいのは水害の時に1000名ほど転出がありましたけれども、この方々を取り戻すと、また上層市から出ていく方をなるべく極力抑えると、そして上層市にお越しをいただく方を少しでも増やしていきたいということでの社会減から社会増へという取り組みを進めてまいりましたけれども、おかげさまで昨年からですね、社会増の傾向が出てきたということで、本当にこれは嬉しい限りでございます。まあ、そういった部分、また企業誘致等々もですね、今進んでいることによっての固定資産税、これの増収がございました。しかし法人税はですね、減収ということもございまして、まあ、引き続き予算編成、財政状況というものは厳しい状況にありますから、これから積極的に自主財源の確保、また定住人口の増大、社会増の継続、これをしっかりと進めてまいりたいと思います。また具体的にいきますとですね、令和2年度の当初予算は子育て関係で大きな目玉がございます。公
立保育所、老朽化した公立保育所、耐震診断の結果、不適ということになった第1、第2、第4、この保育所の保障連携ということで、この地元の小学校への移転、これに伴う整備、この予算確保をいたしました。第1保育所は豊岡小学校へ、第2保育所は三島小学校へ、第4保育所は菅生小学校ということで、この小学校の改築をいたしまして、保障連携教育のスタートを9月からスタートする予定で、予算に計上をさせていただきました。また、いよいよですね、道の駅の整備が令和2年は具体的になってまいります。その上で道の駅の基本設計、また実施設計を合わせてですね、予算計上をさせていただいたところでございますし、また農地エリアの土地改良事業、この予算も計上をさせていただいたところでございます。また先ほどの定住人口対策としてですね、空き家対策事業、また新規就農者支援事業も行わせていただく予算も取ってございます。保育所と合わせて子育て環境として教育の部分としてはですね、石毛の幼稚園も5つございましたけれども、今西部に1つ、東部が3つありましたけれども、これも1つに合同保育を行っております。これもいよいよ新しく西部地区のですね、飯沼幼稚園の建て替え、改築ですね、これがいよいよ実施されて新しい保育環境の整備ということで、今年令和2年の始まります。またですね、いよいよ4月から、本当に急ピッチで教育省をはじめ教育委員会進めていただきました、茨城県初でございます夜間中学、これが開校をいたします。開校式4月の15日を今予定しているところでございまして、入学者数は25名、これを予定しているところでございます。詳細については各担当部長より説明をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。